令和5年5月の26金曜日で仕事終わってキャンプ若杉に来てます。今7時半かな。なんか意外と人が少ないですね。でこの登山道の横のそこの石垣のとこに今日はハンモック泊で、バーベキュー楽しみたいと思います。今から設営、暗いけど頑張っていきます。トイレが新しくなったのかな。女性と男性すごいね。で手洗い場も駐車場代がちょっと上がったのかな。あれかな。さあようやく8時半、拠点完了しました。見えるのかな。ライト借りてハンモックちゃんとね、このカヤを張ってこの中で寝れるように、中でね虫が来ないように寝れます。で今から火を起こしてご飯にしようかな。5時半に終わって今8時40分もう9時なんで、何も食べてないからなんと腹減った。さあだいぶ焼けてきた。ああとりあえず豚バラ、あ、じゃあ牛バラか。ちゃう牛タン全部いったら過言じゃない。
でじっくり焼いてみます。失敗だった。400g 食えるのかちょっと広いかな。まずこの200もないか 150g ぐらいじっくり焼いていきます。
生焼酎。
シーンがなかなか思えない。Courage are like two hearts in a dance. Wherever the one goes, the other dares to take a chance. So I took a knee, now I get to take your hand. And if you by my side, I'm stronger than I've ever been. Oh, baby.
Thank you.